Sie ga Rio ga Gotoku Studio Lock.安心しろ。俺は奴らとは関係ないんだ。こっから逃げるんだ。その子を渡せ。大島、アイナ、ちょいてもちょ。やめろ。이건나죽게내버렸죠。何の罪もねえ子。死なせちゃいけねえだろ。からもう20年以上経つのか。한정이아니야。내가죽어도조직은영원해。죽어봐라。
声で騒ぎ上がって、そんなことで俺たちがビビるとでも思ってんのか。待て、てめえらだ。この辺りの店荒らし回ってる中国系のチンピラってのは。知ってるのなら話が早い。店の金全部出せ。てめえらに渡す金なんかね、力ずくで奪うんなら俺を倒してからにしな。度胸ある日本人ね。てめえらよそもんにこの町を好き勝手させるわけにはいかねえんだよ。さすが店長、すごいっすね。物騒になってきやがった。また1年前のようなとんでもない事件が起きるんすかね。そうなってもらいたくねえんだが、桐生さんがいてくれりゃ。おやさん、スターダストの前で揉め事があったそうです。相手は関西もんか。いや、たちの悪い外国人だそうです。そうか。若いもんに様子見させますか。放っておけ。しかし近頃訳のわからん連中。放っておけと言ってんだろ。はい。何が発端で戦争の火種になるかわからねえんだ。関西は本気で関東進出を。近江四天王の一人だった寺田がこっちのトップになったんだ。向こうからすれば面白くはねえ。下手すりゃ東と西の全面戦争になるかもしれんが、今はその時期じゃねえ。若いやつにきつく言っておけ。勝手に跳ねるんじゃねえとな。はい。こっちから仕掛けるか、待ち受けるか。キリュウ、お前ならどうする。あれから二十数年、俺たちはこの時を待ってた。わしにはあんたらの過去などどうでもいい。早いとこ派手にドカンと花火打ち上げてくださいや。そう焦るな。これは闇に葬られた仲間の恨みなんだ。俺たちは待っていたんだ。復讐の時をただひたすら待っていたんだ。そのようなこと知ったこっちゃないわ。余計なおしゃべりしとって盗み聞きされたりしてはりませんでしょうな。問題ない。私はこの道のプロだ。盗聴することはあってもされることはない。まあいい、これだけは言うとくが、わしとあんたらは仲間やない。カムロ町を日の海にする目的が一緒なだけや。ことが終わったら赤の他人、分かっとるな。ああ、まあ期待していてくれ。日の海にするだけじゃ物足りない。それだけじゃ無駄死にしていた連中は浮かばれやしない。でもいいから、もう一回カズマに会いたかった。その夢が叶ったの。こんな奴に好きにさせてたまるかよ。最後のけじめくらい俺につけさせろ。やめろ。
やめるんだ、錦木。錦木。の怖い顔して。なんだ、はるかか。どこ行ってたんだ。どうしたその花束。お墓参りに行くって言ってたでしょ。ああ、そうだったな。おじさん、お腹空いた？すぐに朝ごはん作るね。ああ、俺も手伝うよ。いいって、私一人でできるから。この一年で上達したんだからね。そうだったな。Und damit erstmal ein herzliches Willkommen hier zu meinem neuen Let's Play. Wir spielen Yakuza Kiwami 2. Ja, ich liebe diese Reihe einfach. Ich habe jetzt Judgment fast fertig, mit noch zwei Kapiteln, die noch fehlen. Aber ich habe mir gedacht, komm, lass mal Yakuza weitermachen, weil nächstes Jahr, 2024, dann auch schon Yakuza 8 kommt. Und ich würde es ganz gerne versuchen, dann zu Let's Playen, wenn es rauskommt. Also habe ich mir gedacht, komm, machen wir mal weiter hier mit Yakuza. Denn der erste Teil war ja schon richtig geil und Zero war geil. Und mal gucken, wie die Geschichte hier weiter, ja, weiter gedingst wird, weiter erzählt wird. Wir haben in der letzten, ja, im letzten Teil ja irgendwie alle verloren. Sozusagen. Im letzten Teil haben wir sie alle verloren, die ganzen ja, und die Leute sozusagen, viele sind gestorben, aber gerade am Ende. Und jetzt sind wir ja gar kein Yakuza mehr. Na, mal gucken, wie es jetzt hier weitergeht. Ich hoffe, ihr seid auch mit mir wieder hier am Start bei Yakuza. 5, 4, 3, 2, 1, go. So, na gut, dann gehen wir mal zum Grab hier. Oh Gott, hier 3. Oh. Ach ja, der Nishiki. Ach ja, gegen den haben wir ja. Gegen ihn haben wir ja sozusagen gekämpft, weil sozusagen der Oberbösewicht. Yumi, Achso, das war die Frau. Ah, okay, das war die Frau. Was ist das? Also von ihr da. Von Haruka. Also von Haruka, die Mutter. Okay. Kazama-san, das war der am Ende da erschossen wurde, ne? Ah, ich hab die Charaktere nicht mehr im Kopf. Remember the event of one year ago? Oh ja, auf jeden Fall. Also, da können wir nochmal die Änderung, also nochmal die Vorgeschichte angucken. Die würde ich so ganz gerne mal. 1年前、俺は大切な人間を失った。 今思えば11年前のあの時から俺たちの運命が決まっていたのかもしれない。俺がまだ登場界の二次団体堂島組にいた頃、俺には家族といえる仲間が3人いた。一人は同じ孤児院で育った親友、錦山明。もう一人は孤児だった俺を育ててくれたおやっさん、風間慎太郎。失礼します。ああ。そしてもう一人は子供の頃から愛し続けた女、由美だった。もう酔ってるの？両親がいなかった俺にとって、その三人はこの世で唯一の家族といえる存在だった。やっちまった。東商会の大幹部を。俺の目の前には屍になった堂島組長の姿があった。原因は
堂島組長がユミに手を出したことだった。おい、しっかりしろ。ニシキ、ユミを連れて逃げろ。お前は行け、ニシキ。ユミを頼む。キリュウは行け。かけがえのない二人を守るため、動くな。俺は覚悟を決めた。食事始め。刑期は10年。服役した俺には組織からの波紋状と、ユミが失踪したという知らせが届けられた。ユミを頼むぞ。錦にもそう伝え。親殺しの汚名、組織から見放された俺は自分を見失いそうになった。だがそんな俺を忘れないでいてくれる人間がいた。おやっさん、風間のおやっさんだった。出所した俺は風間のおやっさんに会うため、そして何よりも服役中の10年間に起こったことを確かめるため、カムロ町へと戻ってきた。そんな俺を待ち受けていたのは、直系組長の皆さんがいるこの場で三代目に伺います。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億盗まれたってのは本当ですか？豹変したかつての親友と消えた100億を狙う屈強な男たちだった。おやつ、突如登場界に起こった跡目争い、次第に俺は事件に巻き込まれていく。俺は風間のおやつさんの言葉を信じ、事件と関係するという行方不明のユミを探す。だが そこで出会ったのは一人の少女だった。Ja, lass uns durchziehen, ne? Ja, komm, lass uns durchziehen.少女の名はハルカ。まだ9歳の女の子だった。ハルカは母親を探すためたった一人で町へとやってきていた。単なる偶然の出会いだが、そんな少女と俺には一つの共通点があった。お前どうするんだこれから？私にはお母さんと弓お姉ちゃんだけだから。ユミ、母親を探す少女は俺が探すユミを知っていた。俺はハルカとの運命を感じつつ、彼女と共に事件を追いかけることとなった。お母さんからってこれをくれたの。だがわしらが追っとんのはそこのお嬢さんですわ。突如ハルカは100億の鍵を握る少女として組織から追われることとなってしまう。狙われ続ける毎日、俺はハルカを守りながらユミと100億の行方を追った。そろそろ来ると思ってたよ。そんな時、俺たちの前に一人の刑事が姿を現す。伊達誠、元捜査一課刑事。11年前、俺を取り調べたことがきっかけで人生を曲げた刑事は、失ったキャリアを取り戻すため捜査の協力を要請してきた。ギリュー、俺は今三代目の世良の殺しを追ってる。手貸せ。
事件を追う元極道。現職の刑事ハルカ、クソ、不思議な縁で組むことになった俺たちの間には次第に友情が生まれ始める。しかし桐生一馬、誘拐の現行犯として逮捕する。捜査一課課長須藤にマークされた俺たちは行き場を失ってしまう。伊達さん、ああ遅くなって悪かったな。あんたこんなことしたら。逃げるぞ桐生。警察との板挟みになった伊達さんは俺たちのために警察を捨てた。あ、こんばんは。シムロイシュ。事件の謎に迫る俺たちの目の前には様々な人間が立ちはだかった。100億と後目を狙う東上界の大幹部、島野太。やっと会えたな、キリュウ。そしてその島野組の若頭を務める男、真島五郎。よう、キリュウちゃん探したで。歴戦の修羅場をくぐり抜けた者たち。その戦いは壮絶を極めようとしていた。そして10年前死んだ堂島宗平の妻弥生。堂島をやったのはお前なのかい。彼女の一言は俺に重くのしかかった。だがそんな俺にも利害を超えた協力者が現れた。ホストクラブスターダストのオーナー和樹、そしてホストの優也、近江連合の寺田。風間のおやっさんに導かれた出会いは俺に勇気を与えてくれた。そして彼との出会いが俺と遥を事件の真相へと近づけさせた。桐生一馬、出所早々派手にやってるみてえだな。通称彩の花屋、カムロ町の地下に根付く伝説の情報屋。出るぞ桐生、セレナの映像だ。花屋の情報を得た俺たちは事件を陰で操る男の存在を知ることとなる。花屋によるとこいつは政府の地下組織のものじゃないかってことでな。その線で調べてたら出てきたんだ、内閣府の地下組織 MIA ってのがな。東上界から消えた100億、それは一人の政治家が関係していた。神宮恭平。消えた100億はこの男が東上界に預けた資金だった。金を生み出すために東上界を利用し続けていた神宮。100億強奪はそんな神宮から東上界を守ろうとした人間たちによるものだった。その犯人は一馬。金を盗んだのは弓と俺と世良なんだ。ついにたどり着いた事件の真相だが、ハルカ、おやっさん。島野から命がけでハルカを守った風間のおやっさんは、風間さん、おやっさん。事件のすべてを俺に告げると、遺言状、許してくれ、カズマ。お前の親殺したのは俺なんだ。いいんだ、いいんだ、おやさん。俺にとっちゃおやさんが本当の、本当の親父でした。隠し続けていた俺の秘密の過去を明かし、この世を去っていった。
全ての真相を知った俺は、遥と共に100億が眠る地、ミレニアムタワーへと向かった。そこには、ユミが待っていた。そして、遥が探していた母親は、よかったな、遥。ユミだった。お帰りなさい、カズマ。親子としての再会。だが、その束の間の幸せは、長くは続かなかった。ん？なんだ？やってきたのは、100億を取り戻しに来た神宮恭平だった。神宮は東上界に見切りをつけ、関西の組織近江連合と手を組むことで日本の裏社会と表社会を牛耳る計画を立てていた。神宮は風間のおやっさんの協力者だった近江連合本部長寺田を罠にはめ、どういうこと俺たちの前へ立ちはだかった。そうだよ。だが、何？ユミ、もうこれで、あなたは私を撃てない。これが爆発すれば、店の中にある100億も一緒に消えてなくなる。ユミの命がけの勇気と、おやっさんから受け継いだ意志を胸に、俺は、東上界四代目、桐生一馬だ。俺たちは、神宮を打ち破ることができた。しかし、全てが終わったと思われた時、そこに現れたのは。終わったか。これでようやく落ち着けるな、錦。10年という時を経て変わってしまった俺たちは、戦い合うしかなかった。そして、その親友は最後に俺とハルカを救ってくれた。ユミ、ユミ。風間のおやっさん、ユミ、そして錦山。全ての友を失った俺は、生きる希望をなくしていた。ふざけるな！お前の戦いはまだ終わってねえはずだ。かけがえのねえものを守り続けろ。逃げるんじゃねえ。そんな俺を救い出してくれたのは、伊達さんと遥だった。俺は東上界の跡目を、同じ風間のおやっさんの意志を継ぐ男、寺田へと託し、東上界と別れを告げた。そして、遥と生きていくことを決めた。Sozusagen haben wir eine Familie verloren und sozusagen eine kleine neue bekommen. Also die Zusammenfassung war auf jeden Fall mal gut, um nochmal ins Spiel zu kommen. Yukio Terada, okay.ああ、フェムトートか。ここからはわし一人で。しかし、関西の連中に待ち伏せされていたら。ここは人の魂が安らかに眠っとるところや。そこを血で染めるような下品な真似はせんやろ。しかし、柏木の頭から、
保護に抜かりはないようにと言われておりますので。一人で差しで話をしたいもんがおるんや。お前ら、いつでも道具は抜けるようにしとけ。はい。お母さん、はるか、買い物に行ったり、ご飯作ったり、キリュウのおじさんと楽しくやってるから、安心してね。おやっさん、どうして自分だけが残っちまったんでしょうか。しかし仇となった今は、はるかを立派に育て上げるつもりです。四代目寺田、お久しぶりです。一人で来るとは不用心だな。若いもんは向こうで待たせてあります。どうしても四代目にだけはお話ししておきたいことがありまして。四代目はよしてくれ。俺はもう仇だ。で、何の話だ。実は近江連合の合田会長と杯を交わそうと思っております。杯？近江連合との全面戦争を避けるにはもはやそれしか方法が。そこまで東条会は追い詰められているのか。1年前のあの事件で東条会の内部はガタガタです。戦争となればまた多くの血が流れ、東条会は近江連合に乗っ取られてしまいます。それだけは何とか避けたいと。お前と合田会長では格が違う。向こうがその話を飲むとは思えんがな。十二分に承知しておりますが、しかし寺田、東条会の五代目はお前だ。仇の俺が口を挟むことじゃねえ。先代なら東条会のこの危機をどう乗り越えるか、ご意見をお聞かせください。先代。何の真似だ。寺田藩の首いただきに来たんや。関西の送り込んできた鉄砲玉か。東条会のボディーガードは脇が甘いですな。うちの組員たちの。あとは穴掘って埋めるだけですわ。なんやと。ここは墓地や。運ぶ手間省けてええんとちゃいますか。はるかと逃げてくれ。しかしその体に東条会の未来がかかってんだ。俺が相手になってやる。お前らに極道の礼儀ってもんを教えてやるぜ。Oh mein Gott, ein paar Assassinen. Okay, mit Pistolenreich auf meinen Trainer. Okay. Na gut, hol dir mal die Fresse. Bam, bam, bam. Also, so ein bisschen die Basics hier lernen.So, na gut. Show them your Stärke und dann meine Stärke zeigen. Okay.Ah, ich hab das Blocken. Okay, hab ich gemacht.
Jetzt haben wir ihn. 大丈夫か？かすり傷ですわ。Ach du Scheiße. テルダ！これを持って、オミ連合のゴーダ会長のもとへ。お前。わしとキリュウさんとでは器が違う。登場会の明日を思えばこれで永遠です。これを頼みました。寺田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 さん、しっかりしろ。寺田寺田さん、残念ですが、病院についてみないと分かりませんが、おそらく出血多量が原因かと。私しばらくひまわりに行ってる。大切なお仕事があるんでしょう。お仕事が終わったら迎えに来てね。